ヒエナエリョータは日本の特農家。ヒエバタ園代表。富山県魚津ズシヒエ畑にて夫婦で営農。自然栽培による地域活性化と、またはじめから日本面復活プロジェクトで工作法基地再生と地方創生に尽力している。1986年7月28日、富山県魚津ズシヒエ畑の農家に生まれる。 富山県立滑川高等学校を卒業。2011年、東京国際大学国際関係学部を卒業。研修後に就農。2015年6月7日、田植え世界選手権を主催。10月12日、挟掛け W 杯を主催。11月23日、第17回米、食味分析鑑定コンクール、国際大会都道府県代表お米選手権部門で、 金賞を受賞。12月3日、富山銀行ビジネスアワード等通り賞を受賞。2016年10月30日、わたはじめから、日本面復活収穫祭を主催。2017年2月1日、わたはじめから、日本面復活プロジェクトで、東京ギフト賞に出展。冷えないしえ。Facebook。2017年4月5日閲覧。田植えの W 杯。 ウオズで世界選手権9カ国と交流。北日本新聞。2017年4月5日閲覧。田上の W 杯。ウオズで世界選手権9カ国と交流。北陸新越観光ナビ。2017年4月5日閲覧。平成28年度、ウオズ市市民公募型提案事業選考結果。ウオズ市2017年4月5日閲覧。 はさがけ W 杯7カ国20人、早さと見栄え競い合う。北陸、新越観光ナビ。2017年4月5日閲覧。またはじめ収穫祭2016。Facebook、2017年4月5日閲覧。またはじめから、日本名復活プロジェクト。Facebook、2017年4月5日閲覧。またはじめから、日本名復活プロジェクト。 Facebook 2017年4月5日閲覧。またはじめから日本名復活プロジェクト。Facebook 2017年4月5日閲覧。東京ギフトショーに出展しています。創業108年眠り屋眠り屋。2017年4月5日閲覧。またはじめから日本名復活プロジェクト。Facebook 2017年4月5日閲覧。 都道府県代表お米選手権。米、食味鑑定士協会。2017年4月5日閲覧。東取賞に、冷えないしと山銀行ビジネスアワード。北日本新聞。2017年4月5日閲覧。魚津市へ、U ターン田んぼを通して、人のつながりを。富山県。2017年4月5日閲覧。わかりやすい、しめ縄。D&D パートメント富山。 2017年4月5日、閲覧。富山冷えバタ園の稲原で作る締め縄ワークショップ。D& デパートメントプロジェクト。2017年4月5日、閲覧。米作りの魅力語る高岡で体験が大イベント。北国新聞。2017年4月5日閲覧。ウ津ズサンタロウ熟熟成紹介。ウオズ式格制作家。2017年4月5日閲覧。 第8回、冷えない涼太さん。富山木能塾、松倉塾。2017年4月5日閲覧。富山木能塾、松倉塾のご報告。富山木能塾、松倉塾。2017年4月5日閲覧。富山魚津の脳からが、和面の復活プロジェクト。朝日新聞。2017年4月5日閲覧。ありがとうございます。